2S1 グボズジーカ 122mm 自走榴弾砲はソビート連邦の自走砲である。グボズジーカとはカーネーションの意。2S3 と並ぶソビート連邦軍発の本格的な自走榴弾砲である。1960年代半ばに開発が始められ、1971年に配備が開始された。 1974年のポーランドでの軍事パレードで初めて公式に公開され、西側諸国では確認された都市からとって M1974SPG の名称で呼ばれ、後に判明した軍の装備名から SO-122 の名称が与えられている。気候部隊に随伴して迅速に支援火力を与えることを主目的として開発され、 水上浮き能力をはじめとして高い機動性能を持つ車両となっている。反面、高度な射撃統制装置は持たず、手法も牽引法をほぼそのまま搭載したに等しいもので、最大射程、発射速度ともに特に引い出た点はない。車体、砲塔ともに幅が広い代わりに、背の低いデザインは自走砲としては、車内項が足りず、装填作業に支障がある上に方が、 大きな強格を取れないために長距離射程を確保できないという問題点があったという。しかし、構造が単純で信頼性は高く、機構部隊の支援火力を一挙に自走化するという目的には十分なものであった。1990年頃までに約1万両が生産され、ポーランドやブルガリアではライセンス生産が行われたほか 本社をベースとした派生車両が開発されている。ソビエト本国以外にも旧ワルシャワ条約機構諸国や中東諸国などに広く輸出されており、旧式化が進んでいるが未だに多数の国で現役である。2S1 後部より開かれている、車体後面の弾薬補充用ハッチに注意車内、配置は全部に機関室と操縦室、後部に包刀及び戦闘室となっており、 原型の MTLB の兵員室にそのまま、砲塔を搭載したに、ほぼ等しい配置である。幅が広く前後に長い車体は、MTLB 汎用装甲車の基礎設計を流用したもので、浮き構成を持ち、離体で水をかくことによる水上航行が可能である。車体前面には、展開式の泣きリータを持つほか、車体後部、離体部の後端のフェンダーは水流を整えて、 推進効率を上げるためにスリット状のものになっており、普段は上部に135度反転させる形で収納されている。また、車体側面全部に装着する水上高工事用のフェンダーカバーがあり、これは普段は砲塔後面に収納されている。車体後部の密閉式砲塔は360度旋回可能で、搭載砲の D-30 牽引式榴弾砲を 元にした 2A31 榴弾砲は分離薬倒式で最大射程は 15.2km、装填補助装置があるものの基本的には装填は手動であり2名の装填手が行う。発射速度は毎分2発となる。通常使用される OV-462 破片榴弾の他に緊急時の直接戦闘用に b k 6 m 成形作薬弾も準備されている。 近年には、レーザー誘導式のラップである、キトロフにも開発されたが、高価であるためか、あまり配備されていない模様である。車内には、弾頭と、装薬それぞれ40発分が搭載されている。車体後面には、片開き式のハッチがあり、ここから直接弾薬の補充を受けることができる。車体後面ハッチから急弾した場合は、発射速度は、毎分4発となる。 同時代のソビエト軍のドクトリンから NBC 環境下行動能力と夜間行動能力は必須とされており NBC 防護装置と操縦士及び社長用に赤外線暗視装置を装備している2009年現在に s 1赤は現在の採用国赤茶はかつての採用国黄緑色は研究訓練その他の保有国に s 1は 多くの国で多数が用いられている割に映像に登場することは少ないが、1998年に制作されたアメリカの TV 映画であるプライベートソルジャーにドイツ軍戦車として外装を改造したものが登場している。これはロケ地であるハンガリー軍の装備車両を借用して撮影用に現地改造したものである。ありがとうございます。